キクロー全整理第89回、介護中の家の中。まずはスペースの見直しを。在宅介護の現場では物が多すぎて不便、不自由になっていてもなかなか物を片付けられません。なぜなら高齢の妻が夫を、高血圧の70歳の娘が94歳の母親を介護するというように、老老介護が多く疲れ果てています。これでは介護をする方が倒れてしまうのではないかと思うこともしばしばです。また、歩く時の支えにと廊下に手すりをつけても、物が邪魔で使えない場合もあります。そこで娘が廊下にある古着の入った段ボールの箱を捨てようとすると、高齢の母親は、もったいない、まだ着られると言います。娘が中身を出して、ほら、このシャツは穴が開いているよと見せると、雑巾にするから置いておく、です。黙って勝手に処分すれば、母親は落ち込んだり、不安になって、取られたということにもなりかねない微妙な問題です。またその時だけ、はいはいと分かったふりをして、ゴミ箱に捨てたものを後からこっそり拾ってきてしまい込む場合もあります。邪魔だと思う廊下の箱も、手すり代わりとして慣れて具合がいいから動かさないでくれと断固として譲らない場合もあります。介護する方は、どうして合理的に考えられないのかと思いますが、理屈ではないのでしょう。変化に対する不安、つまり何十年もこのやり方でやってきたから今まで通りが安心なのかもしれません。無理やり大幅に環境を変えてしまうと認知症が出る可能性もあります。このように親の荷物の片付けや整理は難しくても、ほんの少し介護の現場でできることを考えてみましょう。まず介護ベッドの周りには本当に必要なものだけを置くことです。ベッドの周りにまとめ買いをした介護用の紙おむつのパックがいくつも積み重ねてあったりすると、通行の邪魔になり介護のスペースも狭くなります。今使っているもの、必要なものだけ近くに置き、余分なパックや道具は近い押し入れなど、できるだけ出しやすい場所を考えてください。つまり介護のスペースを見直してみることです。一度置くと慣れてしまい、なかなか見直す機会がありません。そこでもう一度見回してみてください。ベッドの位置、車椅子は通りやすいか、介護はしやすいか、トイレに行く通路に転倒の原因となるようなものは置かれていないか、薬やタオル、ティッシュはどこに置くか、介護で必要なものが取りやすい位置にあるか、どのようにすれば介護をする人の負担を減らせるかなどです。無理をせず、できることをできる範囲で試してみてください。89回終わります。